カード209番、昨年は10位です。東京都ミューズの日の馬を、この前列の方に落ちてください。昨年度は8位、208番のナンバーカードです。大阪、パナソニックレディース、豊岡彩子。昨年度7位、ナンバーカードは207番です。行く、妙心優子。昨年度6位、ナンバーカードは206番です。バールイズミスミターラバネロ、森本明美。昨年度5位、サイクルベンナンバーカード205番、ハリガイ・シャト。昨年第4位でした、イナーメアイドルとシナの山形、羽根子ひよみ。昨年度3位、ナンバーカード203番です。ルミナリア、西かなこ。昨年度2位、スペシャライト、ナンバーカード202番、畑山理恵。そして、VC なるか、昨年優勝者、サイクルベース朝日、201番、萩原舞子。Thank you.
ここまでの周回でも27分台上がることは気になりなかったトップ集団ですが、人数が減ったことの影響、あるいは発注というところで、そろそろ距離も折り返し、100キロを超える距離を走ってきたところでの状況ということもあるでしょうか。そして、その後ろ、この1周目が5名、ラップタイムを上げた状況になりました。その関係もあってセカンドグループ、現状では大きく差を広げられて最終シーターが入るという状況になりそうだ。さあ、実はそのセカンドグループがやってきた、今残り1周に入りますが、なんと2分以上の差が開いて2分58秒。残り300m、与那嶺先頭、新萩原。さあ、先頭の心配車両も見えた。まもなく勝負が来る。強制リート。2名に絞られた。先頭5名から2名に絞られた戦い。今年の全日本、日本一をかけた女子の戦いは、まもなく勝負が来る。先行しているのは現在はずっと与那嶺であり、この1キロ2キロはずっと先行して前を引いている状況。しっかりとマークする。萩原舞子。さあ、そして見えた萩原舞子は動かない。さあ、どうだ。残り 150m を迎える。与那嶺が結構萩原舞子のその後ろ、もう残り100m。さあ、見えた2名が横に並んでいる状況。萩原舞子の後ろ、優勝201番サイクルベース朝日、萩原舞子。それでは表彰を行います。プレゼンターは財団法人日本自転車競技連盟大島健一副会長です。よろしくお願いいたします。そして金メダル、銀メダル、銅メダル、それぞれメダルが贈られます。
少女女子テニス部第一杉浦舞子と翌3時間46分32秒または第15回全日本選手競技選手権大会ロードレースにおいて交渉の成績を収めましたのでこれを通します平成24年4月28日財団法人日本自転車競技連盟会長杉浦舞子少女女子テニス部第2位船見舞子杉戸3時間46分30秒で終わろう少女女子エリートの国際サインスの小橋寄の6時間47分黒橋を終わろう続いて花形が贈られます優勝者にお話を伺いたいと思います萩原麻衣子選手おめでとうございますありがとうございますまずはレース振り返って一言お伺いしたいと思います振り返って、はい、優勝という最高の結果を本当に感じて嬉しいですこれをお世話になっている方に報告ができるなと思うんですけど自分的には逃げ切って強い勝ち方したかったので帰って頑張ります結果は V3 ということにもなりました。このあたり連覇についてスタート前から意識されるようなことはあったんでしょうか。連覇については特に何も考えてなかったんですけど、今年はオリンピックで特別な年だったんで、これを勝たないとちょっと出場枠も何も見えてこないので、はい、連覇というよりはとにかく勝つことだと考えています。応援の皆さんに最後一言メッセージをお願いします。今日もたくさん応援の声が聞こえました。あと日頃お世話になっている方とか応援してくださっている方の力からでも感謝しています。ありがとうございました。おめでとうございます。じゃあそれでは先に記念撮影少し行いましょうかね。記念撮影のお時間を、まず第一弾記念撮影の時間ということでさせていただきたいと思います。カメラお持ちの皆さんご準備ください。それでは選手の皆さんご準備をお願いします。お願いします。それでは、こちらの方にシャンパンをご用意させていただいておりますのでカメラマンの皆さんもここは自己責任ということで場所を決めていただきましてそれでは選手の皆さんおめでとうございます。